皆さんこんにちは。私たちは今日の番組で感情という話をしたいと思います。実は感情はとても普通だと思います。例えば人間が生まれるときに腕、頭、体のセットですよね。セットと言いましょう。じゃあ人が生まれるときに体と同じように感情もついてるんですよ。怒り、寂しくなること、嬉しくなることなどです。それは感情の意味なんですよ。それは感情なんですよ。とても普通ですが、人が感情に支配されるときに、それが問題なんですよ。人間が感情に支配されると、やっぱりいろんな危険な状態に入ってしまうんですよ。なぜかというと、感動に支配されると、やっぱりその人の人生を支配してしまうんですよ。もう自分が正しいことと感情のことを迷ってしまって、やっぱり人生が予定通りにならないと思います。例えばなんですよ。何回私たちはレストランに行って友達と一緒に行きます。4、5人ぐらい。全員ラーメンを頼みます。自分が寿司を食べたいのに、全員ラーメンを頼んだので、自分も悪いと思って、ラーメンになってしまうんです。ラーメンを決めてしまう。どうしてでしょうか？感情に支配されることですか？何回も、私たちはお金を絶対使わないように決めましたけれども、デパート行って、セール、バーゲン、50% オフ、見て、やっぱり我慢できなくて、その服を買ってしまったが、一度も服を買う、使うことがありません。どうしてだと思いますか？やっぱり人間が感情に支配されるときに、そういう問題がありますよ。実は、こんな、とても、くだらない例えだけではないんですよ。やっぱり感情が人間の人生を支配するときにもっとひどいこともあります。そのためにあなたにビデオを見せたいと思います。ご覧ください。私たちはすぐ戻ります。おはようございます。今の VTR が始まる直前に1枚の写真が出てしまったんですが、これにはちょっと理由があります。本番直前にね、今日のコメンテーターの真鍋かおりちゃんが号泣してるんで、どうしたのかなと思ったら、お友達の上原美優さんのことを聞いて、僕もびっくりしたんですけど、自殺ではないかと見られています。冒頭で映像が出ましたのは上原さんのお写真でした。タレントの上原美優さん24歳が今日未明自宅マンションで亡くなっているのが見つかりました。自殺と見られています。午前2時過ぎ、目黒区目黒中央町の自宅マンションでタレントの上原美優さんが首を吊っているのを知人が見つけ通報しました。警察官などが駆けつけたところ、上原さんは一室のドア付近で首を吊っていて、発見された時意識はなく、まもなく死亡が確認されたということです。上原さんは鹿児島県出身のタレントで、バラエティ番組などに出演し活躍していました。僕はお仕事はご一緒したことないと思うんですけども、中野はありますか？はい、私は何度かあるんですけど、本当に明るくて天真爛漫で、すごく家族を大切にしている印象が私にはあるんですけども、大家族、はい、種子島出身なんですって、はい、なのでその分やっぱりこうご自身も早く結婚したいなとか、こう早く子供が欲しいとか、そういった普通の女の子に戻りたいようなことは言っていたような記憶もあるんですけれども、かおりちゃん相当親しかったんだって？
はい。ねえ、ちょっとまだ信じられないというか、ね、驚いたよね。放送直前だったからね。じゃあ全然そういったなんかこう悩まれていたとか何かそういう相談を受けてたとかそういう話ではない。いつも相談を受けていて、うん、ちょっと不安定なところもあったりとかするようになったんですけど、でまさかと、まあ、貧乏タレントというようなある種、うん、ニックネームっていうんでしょうか、うん、そういうのを持っている方でして、はい、自叙伝も最近お出しになっていろいろと赤裸々な自分の人生を書かれてましたよね。率直な、ね、意見を述べる、うん、あ、中さんちょっと入って、はいはい、いやちょっと驚いたんですけれど、まあ、上で調べてたんですけども原因がまだちょっと分かっておりません、うん、ただなぜこういうふうな状況になったのかというと、うん、10人兄弟なんですね、はい、で男性4人、女性6人。でほらよく今も言ってましたけど、はい、貧乏タレントだと非常に苦労して上京したんだということを言ってましたけど、うん、しかなぜね。細かいことは入ってきてないんですか、はい、まだ事務所からの発表ももちろんないということですね、まあ、改めてお伝えすると、はい、タレントの上原美優さん24歳が今日未明自宅マンションで亡くなっているのが見つかりました。自殺とみられています。午前2時過ぎ目黒区目黒中央町の自宅マンションでタレントの上原美優さんが首を吊っているのを知人が見つけ通報しました。警察官などが駆けつけたところ上原さんは一室のドア付近で首を吊っていて発見された時意識はなく間もなく死亡が確認されたということです、うん、上原さんは鹿児島県出身のタレントでバラエティ番組などに出演し活躍していました。 あとですね、うん、今、はい、おとといのですねブログでリアルな話というふうなタイトルで、19時47分に更新されているんですけれども、今内容を簡単に説明しますと恋愛で悩んでいるようなブログを書いておりまして、リアルに私恋愛ができない、恋多き女だった私が恋の仕方も恋愛の仕方もリアルに分かんなくなっているっていうか完全に焦ってるの私っていう、まあ、明るい口調っていうか絵文字なんかもつけながら書いてあるんですけれども、で後半の方にいや皆さん今日の上原さんおかしいですっていうか最近気づいた、前はねてっか昔ははーってラブなため息をついたの、でもはーって疲れたため息なんだもんというふうに書かれていて、最後に早く結婚したいマジ焦るっていうふうに締められているんですけどね。僕ね実は一昨年の夏なんですが彼女と1時間ぐらい対談をしたことがあるんですね、というのはエビックスのある番組なんですけれども、その中でやっぱり今も恋人がいるんですと、だけどどうしてもそのダメになりそうだと別れそうだということをまあせっせっと私に言ってまして、 でも何とかしなくちゃしょうがないじゃないかということを言ったら、頑張ってみますけどダメなものはもうダメになるからこれからも恋愛はしたいんですよ、そして結婚もしたいしということを随分言ってましたけどね。じゃあそういう恋愛の話だとかって聞いてたの少しは。はい、ですいません、ちょっと話したいんで、うん、飲みたいですっていうメールが1ヶ月くらい前に来てたんですけど、ちょっとタイミングが合わなくてちょっと会えなかったので。辛いね、残念だな。でも本当に明るい、私も数ヶ月前に一緒に番組、はい、ご一緒させていただいたんですが、やっぱり明るい方 で、ね、すっごい明るい、いろいろなこうよくひな壇と言いますけども、うんうん、ああいったところに一緒にいる中でもこう積極的に可愛らしく発言をされていたんですけれども、うん、悩みがあっても仕事の時にはそれを表に出さないで頑張ってたんだろうね、それがちょっと頑張りすぎちゃったのかも分かりませんけどね、じゃあ皆さん、あなたは見ましたでしょ、その方はただの24歳だけなんですよ。24歳、まだこれからのタレントになる人ですよ。これからもっともっと有名になることができますし、本当に人生に成功もできる確率は高いですが、その方は恋愛ができないと思って死んだ方がマシと思って自殺してしまいましたが、考えてください、考えてください、その方は24歳なんですよ。24歳だけ
これからまだまだ人生があるんですよ。まだまだ人生があります。その方は本当に恋愛関係は成功ができないと思いますか？その人は、外見は綺麗な人、若いし、少しずつ有名になってきてます。だから考えてください。その人は恋愛に成功ができないと思いますか？私の意見ですけれども、その人は絶対できますよ。絶対できると思います。けれども、私の意見ですが、感動に支配されて、その人はやっぱり自殺してしまいました。だから皆さん、感動に支配されるときに、とてもひどいのときもあります。その感情に支配されないため、私たちはこれから、このホームページで、あなたに教えたいと思います。教えたいと思います。だから、毎週の火曜日、このホームページをチェックしてください。それと、相談が欲しい人、あなたはメールを送ってください。または電話も何時でも大丈夫なんですよ。相談してください。お気軽にお問い合わせしてください。じゃあ皆さん、私たちは来週戻ります。この番組戻ります。さよなら皆さん。